奥さんに愛してるを言いました。結婚して2年。奥さんは小学校の給食のおばちゃん、まだお姉さんか、を臨時でやっている。俺はしがないサラリーマン。奥さん、この4月から、臨時から、本採用の給食のおばちゃんになる。そのお祝いを兼ねて、ちょっとしたものと、愛してるをプレゼントしました。メッセージカードとハンカチを用意し、カードには、おめでとう、とか、たわいもないことを書いた。そして、奥さんに、これ、いつも頑張っている〇〇さんへ。と、よく二人で行く喫茶店で渡したよ。奥さん、ありがとう。って、ものすごく嬉しそうな顔してた。俺、いやいや、あまり高いものじゃないけど、〇〇さんに気に入ってもらえるといいな。なんて、照れながらプレゼントを渡したのさ。奥さん、開けていい？俺、どうぞ。プレゼントを見た奥さんは、ニコニコしながら。お、かわいい色のハンカチだ、ありがとう。そして、奥さん、俺の用意したメッセージカードを見て、ちょっと目をうるうるさせていたよ。俺はすかさず、この春から仕事も本採用だな。二人で頑張っていこう。愛してる。これからもよろしく。そしたら、奥さん、照れ笑いしながら涙を流してたよ。それを見たら、俺まで泣きそうになっちゃった。早速、奥さんプレゼントしたハンカチで涙を拭ったよ。奥さん、こんなに嬉しいプレゼントをもらうなんて、私は幸せ者だね。ありがとう。私も愛してるよ。可愛い小物好きで、ブランドとかあまり興味のない奥さんでよかったよ。やっぱり、愛してる。という魔法を使うのは、TPO が重要ですが。